バレンタインデーとなる2月14日の夜、フィギュアスケート男子シングルの羽生結弦選手が中国広州市の夜空に大量のドローンによって描かれました。そんな羽生選手が数年前の名プログラムで20日のエキシビジョンに出演するのではないかと話題となっています。15日、羽生選手は2日続けて大会のサブリンクに上がると痛みが残る右足の様子を見ながらトリプルアクセルなどのジャンプを華麗に着氷。すると練習開始からほどなくしてリンクサイドのスタッフの元に向かい曲かけをリクエスト。流れた曲は映画オペラ座の怪人。曲が流れ出すと羽生選手は自身がファントムになりきり仮面に手をやる仕草などを見せながら4回転からの3回転の連続トーループなどを決めていました。しかし最後まで演じることなく途中で曲を停止。その後曲をかけずに振り付けを練習した後もう一度曲をかけながらジャンプ要素だけでなくイナバウアーやスピンを交えた緩急のある滑りを見せ、その圧巻の練習風景に会場に立ち会ったスタッフからは自然と感動の拍手に包まれたといいます。この選曲について羽生選手は充実の表情で、別に試合じゃないから、でもやっぱり中国でオペラ座っていうのはすごい大切な思いがあってぜひ見せたいなと思ったとコメントしており、この発言から20日のエキシビジョンで演じるのではないかと見られていました。このオペラ座の怪人は2014年11月に上海で開催されたグランプリシリーズ中国杯で演じていたフリーのプログラム。この大会がシーズン初戦となっていた羽生選手はショートプログラムで2位通過しており、期待が高まっていました。しかしフリー直前の6分間練習でアクシデントが。別の出場選手と衝突してしまい頭部から流血。その後医師による診断を受け包帯を巻いた状態でフリーに強行出場。相当の痛みがあったと思いますが、それでも最後まで演じきり見事銀メダルを獲得していました。そんなこともあってか羽生選手は14日の記者会見で明かしていた右足首の捻挫についても、痛み止め飲んで痛みを消して楽しくやらせてください、この期間だけ楽しみますと、その自身の強い願いとどこまでもファンを大切にしたいという気持ちを口にしていました。この報道が流れると SNS 上には多くのファンから怪我を心配する声とともに、演技の選択一つにしてもファン目線でそこに現れる優しさや気配りなどについての声が寄せられていました。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。